遅くなっちゃった。こんばんは。宮里りらでございますが、ちょっと今帰ってきたんですけど、なんか今日ねずっと帽子かぶってたの。ずっと帽子かぶってて前髪のことなんて気にしてなくって、やばい、前髪がなんかすごいことになってる。前髪お化けなんだけど、なんか一歩間違えればなんかもうハゲてる女の子みたいになる。やばくね、やばくね。なんですけど、これはちょっとさすがにやばいから、これにする。これでもまあ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 って感じですけど。そして今日は帰りにあれを借りてきました、ジブリ。すみません、私のちょっとあのお洗濯物がちょっと山積みになってしまっているんですけれども、帰りにですね国立小坂からを借りてきました。明日の12時くらいから見れたらなって思うんですけど、たまにはお昼から。国立小坂は面白いの。国立小坂はなんだろう、多分どちらかといえばなんか恋愛要素があるあのジブリ作品だと思います。私的にどうなんだろう、どうですか、なんか見たことある人からしたら面白い国立小坂から。横浜が舞台だよ。そうなの。次はココリコ、ココリコ、ココリコ坂からじゃなかったっけ。ココリコ坂、ココリコ坂、ココ、やばいやばい、私も分かんなくなってきた。ココリコ坂からか、ココリコ、ココリコ、ココリコ、もう分かんない。ココリコ、国立小坂から、ココリコじゃなく国立小坂からです。調べた。大きく言うと家族愛、ゲド選挙よりいいかも。本当？じゃあ楽しみ。でも恋愛っぽいってあのなんかちょっとチラッて調べた時に見たからいいのでは。よいしょ。てかさ、今日さ AKB 音楽の日出てたじゃないですか。見ました、新曲ネモハモルーマー。なんかよくイントネーションがちょっと分かってないけど、ネモハモルマ？めっちゃかっこよかった。じゃあなんかさすごい、まあ、なんかナルとかと
ここ最近なんかずっとご飯とかよく行ってたりしてたんだけど、ずっとなんだろう、やってた、ずっとレッスンしてたことを知ってたので、毎日レッスンしてた、毎日多分 2,3 時間やってたって言ってたかな。本当に毎日やってて、でめっちゃ筋肉痛、この私はこのレッスンしてないんですけど、ゆうちゃんとかは多分してると思うけど、してないけど、本当筋肉痛がやばいみたいな感じで、みんなさん毎日やってらっしゃったので、やっぱりあのサビの振りは知ってたんだけど、私もあの AB メロの振りは全然初めて見たから、すごい、びっくりしました。ヨコちゃんとヒーが新芽で一列目には下尾がいてっていう激アツ8、小田も出てたね。私ロックダンスは、まあ、ロックダンスなんですけど、今回の新曲がね、ロックダンスやりたいなって思ったことあるけど、あの足のサビの足上げダンスみたいなやつ足上げはめっちゃ苦手、できない、むずい、絶対むずいよあのダンス。やってないけどです、全くやってないけど、もう見てて分かる、めっちゃむずいだろうなっていうのが。私やっぱりね、1年半ぶりの AKB のシングルだから、みんなどんなのが来るんだろうってすごい楽しみにねしてたと思うんですけど、なんか AKB の日本のトレンド、ツイッターので AKB ネモハモルマーが2位で、 AKB が何位だったの、5位、4、5位ぐらいだったのかなってびっくりした。なんかみんなツイートしてくれてるんだと思ってすごく嬉しくなりました。私もなんかツイートしたけど、衣装がなんかどんなの来るんだろうってすごい思ってたけど、なんか制服衣装でそれぞれメンバーアレンジされててすごい良かった。なんか学校感がすごい出てましたね。なんかさ、噂 AKB48 みたいなさアカウントがさできたじゃん。なんかネモとかハモとか、なんかたまにルマーも出てくるよみたいなやつ、でもやっぱさ、今後さ多分いろんなメンバーがさ披露していくと思うんですけど、楽しみですね。でもなんか割とあのネモハモ、ネモとハモのあのツイートのやつ面白くて、結構私見てるかもしれない。
さ AKB48。 でもさ、ちゃんとさ、なんか事実なこと書いてるツイートもあるけど、ほぼ嘘。どういうあれなの？嘘もつぶやくよってこと？どんな忘れてる？なんか水着が、なんか なんだっけ？ネモハモルマーの衣装はなんか葉っぱでできた水着だとか、なんかとか、なんか歌唱中になんか全員がウィンクするよとか、なんかユキリンさんが超回復でなんか出るみたいなのとかもあったよね。今後も注目ですね。噂AKB48。なんか面白いな、一周回ってマジでおもろい。このガチガチなダンス曲で逆に水着だったらビビるけどね。あのさ、私さ、全くね、なんか喉が渇かない人間だったの。ゆうちゃんの iPad。 そう、私全然なんか水を干さないんですよ。びっくりするくらい自分でも。なんだけどやっぱ最近運動をしてるのですぐ水飲みたいってなるって言って、今日もジュースばっか飲んでたんですけど、いいことだよね。飲みたくなる。からこの調子で頑張っていっぱい飲んで肌もきれいにする。でもなんか運動ってなんか本当に大事だと思う。なんかあんま散歩とかしかしてこなかったけど、やっぱりがっつりなんか動くのっていいですね。杉尾小山なんか明日ぐらいに発表されるっぽいよ。楽しみにしてて。
何をって感じか。433日ありがとうございますっていうかさ、最近さ、やっぱ卒業するのね。え、どういうこと？寂しいけどします。あれ、充電されないっていう、いや、なんで？なんで？あ、そう、私さ、なんだっけ、スタンドバイミーのさ、T シャツ持ってるじゃん。あ、帰ってきた。おかえり、大丈夫。スタンドバイミーの T シャツ持ってるじゃないですか。それをね、着てる人を初めて見たの、私とお揃いのやつ。初めて見たんです。なんか運命感じちゃった。女の子だったんだけど、まさかスタンドバイミーの T シャツ着てる人いるんだって思って、なんか私だけかと思ったら、来てる人を発見しました。全然リランチでもとかなんでもないと思う。アメ横にやってさ、売ってないから、売ってないからあれ GU だから。 GU、 お腹空いてる？うん、うん、お腹鳴ったの聞こえた。痛い。はあ、でもね、私なんか多分絶対バンティーとか好きなんですよ。バンド T シャツっていうの、なんか今はさ、これアメコミなんだっけ、アメコミじゃない、アメコミなんだっけ、ちょっと脳が働いてないんですけど、なんかこれスターウォーズとかスタンドバイミーとか、なんかそういうアメコミで合ってるか系のなんか T シャツとかがすごい好きなんですけど、絶対はいなんかキスとか、なんかそういうバンティーっていうんですか、バンド T シャツも絶対好きなはずなんですよね。でもバンティーってなんか高いから、なんか充電切れた。充電切れたんですけど、なんで充電切れたんだろう。充電してたのに。そうそう、なんかキスとかそういうのが好きで、でアメ横行った時にこの前なんかいっぱい売ってて、バンティーがどこだったかな、どこか忘れちゃったんだけど、とにかくいっぱい売ってて、なんか欲しいなって思いつつ買わなかった。でもアメ横ってさ、靴とかめっちゃ安いよね。ちゃんとしたプーマとか、なんかナイキとか、そういう靴。昔からあるよ、その店のと。あとさ、あれ見つけたの。革じゃん？違う。なんだっけ？なんだっけ？なんだっけ？後ろにめっちゃなんか刺繍とかついてるやつ。パーカーみたいなやつ。なんだっけ？なんだっけ？全然思い出せない。なんだっけ？あ、スカジャン。スカジャンもさ、めっちゃ売っててさ、可愛くて。でもさすがにスカジャン履いてると超イカつく見えそうだから、買うまでは至らないと思うけど、なんかとにかく可愛くて、スカジャンがね。なんか、欲しいなって思った。でもね、いかついから着れないけどね。とにかく
アメ横、あ、なんかあんまりアメ横、なんかあのアメ横、なんか丸いに、上野の丸いに行きたくてアメ横横切ったりとかするけど、あんまりなんかアメ横で買い物したいなとか思わなかったけど、なんかバンティとかスカジャンとか見つけて、なんかアメ横意外といいかもなってなんか思ってきたね。高かった。でも本当にスカジャンはすごいピンキリでした。安いのもあれば高いのもあったし、ピンキリちゃんでしたね。でもね、可愛かった。なんかあとさ、なんか私あんまり大衆飲み屋街とかの前を通るのがあんま好きじゃないんですよ。上野ってさ、アメ横ってさ、めっちゃ大衆居酒屋がめっちゃあるじゃん。だからあんまり通りたくないっていう。高いのはいくらくらいなの？いや、もうほんとピンキリだと思うよ。高いの3万とかいくんじゃないかな。でもね、ちっちゃい時はね、私スカジャン着てたんだよね。確か赤いスカジャンを着てたと思う。保育園生、幼稚園ぐらいの時かな。スカジャンはね、可愛かったね。スカジャン沖縄が本場じゃない？え、そうなの？それはわからない。けど。横須賀？横須賀ってどこ？横須賀ってあれだよね、 AKB の楽曲にもあるよね。横須賀カーブみたいなやつ。神奈川か。横須賀ジャンバーでスカジャンでは。へえ、そうなんだ。初めて知った。なんかやっぱショールームをしてると、なんか常に初めて知ることとか、初めてなんか発見することとか本当多いですね。海軍カレーとか夢。海軍カレー、そうなんだ。またアメ横行こうっと。秋葉原からも近いですよね、上野。でもね、上野のアメ横にね、昔すごい好きだったチーズハットグっていう韓国のなんか食べ物があるんだけど、チーズハットグのお店があって、もう唯一アメ横に行くときはもうそこだけ通ってました、チーズハットグ食べに。なんか新大久保とか、まあ、韓国料理とかがいっぱいある新大久保まで行くと、なんか並ぶの嫌いだから、私基本的に立ってるの嫌いな人なんで、電車とか回ってたらすぐ座っちゃうんですけど、だけどこのね、上野のね、アメ横のね、チーズハットグのお店はすぐ受け取れるの。もうなくなっちゃったんだけど、すぐ受け取れるから、あの絶対新大久保とかじゃなくて、絶対上野のアメ横の行ってたな。
コレートで背を見せるよ。知ってるよ、なんか。何円何円みたいな子でしょ。何円何円じゃない、なんか1000円でめっちゃ負けてくれるところでしょ。東京にいてオリンピックだなという雰囲気ある？あー、ない。ないっていうか、なんだろう、でもなんかさ、あの道路の標識とかにさ、7月25日だよね開会式って、オリンピック開会式みたいな感じでさ、なんか出てって、それ見て、あーオリンピックだなってなるけど、なんか特に別にない。でもやっぱ始まったりとかテレビとかで中継されていたら、おーオリンピックかってなるんじゃない。でもあんまりなんか、ね、もっと本来ならば、あ、23だっけ、ごめん適当なこと言った。なんか本来ならさ、やっぱりさ、もう大イベント、ビッグイベントなわけじゃないですか、オリンピックなんて。だからさ、やっぱりすごいさ、わーみたいなさ感じだと思うんですけど、やっぱりコロナ禍っていうのが一番でかいよね。なんか何にもオリンピックとはってなってる、自分の中では。なんかさ、やらないべきだやるべきだみたいなさ、そういうニュースとかもさ見てたじゃん、みんな、私も含め。だからそういうのもなんか知ってるから、なんかね、興味がないとかそういうわけではないんだけど、オリンピックとはっていう感じになってある。うん、でもなんやかんやで、もう始まったら盛り上がると思うし、やっぱり今テレビとかで、あのオリンピック自体の中継とかやってないじゃん。もう絶対中継とかやるじゃん、 NHK に行ってる、テレ朝、 TBS、 フジテレビとかも、いろんなさテレビのチャンネルでさ、きっと今からやると思うから、多分それが始まったらすごいわーキャーキャーってなるんじゃないんですかね。オリンピックチケット無効になって落ち込みましたね。絶対落ち込みようね。だってさ、もうあの次のオリンピック日本で開催されるとするならば、もう私がおばあちゃんになってる時とかじゃないかなって思うからさ、やっぱりね、今見たさはありますよね。だっていろいろさ、なんだっけ、どこだっけ、あそこ綺麗になってるたりとかさしてるじゃん。有明も綺麗になったよね、有明コロシアムだっけ。私あの国際競技場だっけ、なんだっけとかも、国際競技場なんだっけ、もうごめん今日頭があんま出てこない、国立競技場だ、国立競技場もめっちゃ綺麗になったじゃん。国際競技場って何の競技が楽しみ？バレーしか私興味示してない。でも今日サッカーやってた。サッカーやってた今日。なんかやってたよね、スポーツ中継。バレーが最近さ、女子も男子もさ、日本の代表選手発表されてたじゃない、12人だっけ。楽しみで仕方がないです、私は。あ、サッカーだ、サッカーやってたんだやっぱり。みんな的にはさ、何が楽しみ？一番じゃなくてもいいけど、何個でもいい。バレー日本強いの、強いっちゃ強いんじゃないかな、どうだろう。でもなんかいつも4位とか3位とか、なんかその辺のなんか行き来してるイメージはあります。僕はサッカーと陸上が楽しみですね。やった、チャーハン来た。閉会式が楽しみなの？競技じゃないじゃん。野球、ソフトボール、
もう21時からソフトボール始まるよ。ソフトボールって女子だっけ？男子も？野球か？ソフトボールと野球ってさ、ボールの球が違うだけ？ルール違くない？下から投げるよ。うん、そんぐらい？でも、そのバットとかさ、あれは変わんないよね。ソフトが女子か、男子は野球か。ハマとかだったらさ、絶対バスケじゃん。私だったらバレーです。バレーがすごく楽しみ。でもやっぱ男性の方は野球サッカーとか多そうだね。私はバレーは男女楽しみです、すごく。ゆうちゃんは何？何か楽しみなオリンピックの競技はありますか？ないらしいです。バドミントンやる？バドミントンはやるよね、多分。バドミントン好きだよ。マイナー競技見るの好き。嘘。マジでもね、夏のオリンピックだからさ、フィギュアとかスキーとかはないもんね。卓球？ワイは自転車のロードレース楽しみ。あと何が楽しみかな。わかんない、何が楽しみなんだろう。とにかくバレエだわ。バレエ、バレエです。バレエ、府中から富士スピードウェイまで自転車で行く。府中がわかるけど、富士スピードウェイってで静岡ってこと？1日で？やばくね？やばちゃん、やばちゃん。かい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 。ね、メダル取ってほしいな、女子バレー。1日で行くんだ。絶対無理。死んじゃう、多分。熱中症でぶっ倒れそう、私だったら。ねえ、イヤホン貸して。うん。ということで、また本日も早い時間からやらなかったため、もう終わりが近づいてます。明日はまあゆっくりできるから、今日は1曲歌って、昨日1曲歌えなかったから、また明日2曲歌おうかな。とりあえず本日は1曲歌います。あ、見たよ。スポーツクライミングはなんかニュースですごい強いっていうの見た。見たよ。なんだろう、でも絶対すごい。なんか、もう一個あったんだけどな、なんか。これ楽しみっていう、競技が。忘れちゃった。まあ、でもとにかく始まればね、始まればって感じ。君に会うたび恋するでしょうか。あ、それはね、絶対ある。で、歌ったけど、やばい、足がしびれてきた。ちょっとさ、不安定なとこに置いてるから。チャイムはラブソングないっぽい。みんなさ、リラがさ、君に会うたび恋をするさ、歌ってからさ、
すごい、みんなもさ絶対好きになったでしょ。やばい、めっちゃ痺れてる。なんでだろう。じゃあ歌おう。なんか充電ないから途中で充電切れたらごめんね。ではではでは、聞いてください。ちょっと電気つける。リラちゃんより先に好きでした。で、リラ中2くらいの時から好きだけど、マジ？JK 眠り姫も好き。この中学校の歌が歌われる。風船しぼりのグラス感式終わった後、教室に残ってずっとずっと友達だよ。みんなで誓ったね。思い出の中した君が蘇る。苦い恋をした前と同じように懐かしい目充電がなかったわ。ごめん、充電 20% ですって言って切れちゃった。
ということで、もういつ聴いてもいい曲、なんか本当になんか AKB の歌だけど、なんか全然なんかソロの歌手の人とかがすごい歌ってそうな歌です。ということでこの辺でランキングを見たいと思います。明日は2曲歌うね。13位、ミンチャーさん、アトマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして12位が流れ者さん、ありがとうございます。そして、11位が新血さん、アトマークハート、ありがとうございます。そして10位がとりあえずさん、ありがとうございます。そして9位がホミパンさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位がアビスボックスさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。やばい、ランキング買った、読んでないところからいきます。13位、アリスガオさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして12位がフミさん、アットマークラリルレリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして11位がマーボさん、ありがとうございます。そして10位がズーさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして9位がとりあえずさん、ありがとうございます。そして8位がチョロさん、ありがとうございます。そして7位がミリアちゃん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして6位が桜もこもこさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして5位がミンチャーさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がアビスボックスさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして3位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がオノピョン、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がジュンフナさん、アットマークリラン中、イエーイ。ということで本日も皆さん見てくれてありがとうございました。明日は12時ぐらいからジブリ配信こくりこ坂からを見る予定ですので、ぜひ準備していてくれたら嬉しいです。ということで今日も見てくれてありがとうございました。おやすみなさい、さよならんりー、ピースピースポポピース、バイバイ。